さあ始まりました、美濃囲い崩しということで、局面は美濃囲いですね。でこちらはまあ船囲い、もう竜が1段目に入っているので、さあ相手が桂馬を取ってきたんですが、ここでどうやって攻めるかということを考えていきましょう。横から崩す方法と端から崩す方法を今まで基本講座やってきました。さてどうやって実戦で生かすかというとこなんですが、今回は端から行く方がいいですね。なぜ端から行くのがいいのかということになってくるんですけれども、少しちょっと読みがいるんですが、まあ、これを端歩同歩と取ってきた時に、さあ基本手筋、その何回かやったうちで香車を叩き上げていくというところですね。で端を詰めておいて、美濃囲いの弱点はここですね。で取らせておいてからの王様を引き寄せるテクニック、これも皆さん学習済みですよね。なのでこうやって王様を端っこに寄せる手筋、捨て駒を際して最後は馬がズバッと入っていけるのでね。で横に竜も効いているし、これはもう勝ちですね。なので端歩を突くと、相手が迂闊にこの筋を知らなければ取ってきた時にこのように筋が決まるんですよ。なので知ってる相手はこの端歩ついたところで端歩取れないんですよ。じゃあ端歩つかないで習ったようにこっちから攻め、横から攻めたらどうなるんだということなんですが、今回は相手に受け駒があるんですね。なので、まあ、桂馬だったり香車だったりで受けられてちょっと長引きそうですね。いやいや待ってくださいよと、駒得でこれ交換できるんじゃないですかと、数数えてみてですね、銀馬竜とこっち聞いてるんで清算してもいいんじゃないですかというところで、まあ、これもね悪くないんですよ。筋としてはもうある筋なんで全然悪くはありません。全然悪くはないんですが、今回に限って言えばですね、ちょっと粘りが効くんですね。なんでまあここ食いついてガジガジ行くんですけれども、相手の駒に角があるんですよ。なのでこういう切り返しの角が打ててしまうんですよ。なので自玉の安全面とかを考えて、この切り返しの角の筋、こっち攻めで扱えるんですけども、相手にこの角打たれるとちょっと逆に厳しくなることもあるので、横から行くのもいいんですが、今回は端から行った方が楽なので端ということでいきます。なんでこの端歩、もし同歩と取れば香を釣り上げて先ほどの手筋で行くので、相手としても攻め合いで香車を打ってきますね。この一段の竜とこの香車筋ですよね。次香車成り捨てたら王様を守って金取れますから、さあここでどうするか、受けるか攻めるかということになってくるんですけれども、まあ、ここは端を詰めた分取ります。いやいや強者になってきたどうするんですかという心配あると思うんですけれども、これは実は詰めろになっているので、相手としても即詰みがあるならば強者とか打ってくるんですが、即詰みがなければ9三銀からの詰みがあるので端を受けるしかありません。さあここです。ここで端を詰めたというこの交換が結構得なので、さあここからはどうやって崩すかということなんですが、まあ横から崩しますよね先ほど。で持ち駒が金と銀あります。さあどっちから打っていくのかというのをちょっと読んでみてもらっていいですか。打つ場所は例のあそこなんで、金を打つのか銀を打つのか、ここで結構ね詰み筋とか読みがあるので、まあ、今回は金ですね。なんで金なんですかというと、銀を残していく方が詰み筋が残るからという、王様の斜め下弱点の地点がありますよね美濃囲いの。なので今回は金から打つ。でいやいやさっき横から攻めたら受けられませんでしたかということでさっき説明したんですよね。なんで相手ももちろんこの桂馬あるので受けてきます。なので、まあ、ここに打ったらもうこれは今回取ってしまいましょう。取ることができるのが金を打ったことの意味ですね。これも竜で言って、これを同金って取れば銀を手持ちにしているので斜め下から詰みですね。なので取れないと。なので相手も受けるとしたら、あれどうしようとなって、ここには打てないんだったら先ほど1個詰めて隣に打つしかありませんね。さあここでどうしますかということになってくるんですが、さあちょっと一緒に考えてみましょうか。この場合はどうしますか。
と考えてみてくださいね。まあここは取ります。で精算してどっちから行くのかなということなんですけれども、まあズバズバッと言ってしまって、これは精算してよしですね。次は銀打ちの詰みがもう見えてます。一間竜の形なので、もう銀を打てば詰むという形になっているので、相手としても受けなくてはいけません。なんで金を打ってきます。さあここでフィニッシュですね。ちょっと考えてみましょうか。まあこの局面は端に銀を打てば詰みなんですよ。なのでここは相手としても投了やむなしという局面になります。まあこれ同歩同歩か強で清算していけば詰みです。桂馬で取ってもこちらに桂があるので詰みですね。同歩同歩なり同香同香なり同玉から、あとは淡々淡々と詰むので、よかったら読んでみてください。なので相手としてももう竜になった時点投了やむなしですね。いかがだったでしょうか。美濃囲い崩し結構簡単に崩せたようで、端と横を絡めていけばスパッといきます。いやいやちょっと待ってくださいよ、切り返しあるじゃないですか。そこのあなた強いですね。そうなんです、この切り返しがあるんですよ。金を捨てといて王手竜のラインですね。さあ来ました、ここが最終難問ですね。まあこれはもう切り返し、ここはもう上手い手があります。正直なところちょっと読めますか。これは持ち駒を見てもらうと、そうですね、ここに5五に桂馬を打てるようになってるんですよ。なんかこれがぴったしでしたね。それだとガジガジと絡んでいけばこれで勝ちになるので、切り返しも今回は大丈夫ということになりますね。簡単でしょ。美濃囲い結構ね、難しく考えてしまうと硬くなるんですが、基本手筋、端を絡める、横から攻めるというのがきちんとできていて、じゃあ基本形に持っていくにはどうしたらいいのか、どういう筋がいけばいいのかっていうのをもう皆さんも学習しているので、その筋の組み合わせをしていけばおのずと崩れていきます。なので深く考えずに美濃囲いをゴンゴン攻めていって、横から攻める、端から攻める、で今回は金と銀があったので、まあ、金を先に打つ、銀を先に打つ、ちょっと読みがありましたね。であとは端を詰めておくことで詰みがあったということ、簡単に詰むんですね。もう9三の地点に放り込むということで、あとは相手の王様を露出するので歩で叩いていけば詰みがあるという、この詰み筋もあるので、まあいずれ美濃囲いをどうやって詰ましていくかとか、あとは穴熊も含めて端攻めというのは将棋においてだいぶ有効に効いてきます。というのも王様も端っこ寄ってくるのでね、なので端から攻める方法、そして横から攻める方法で、今回のようにそれを組み合わせていく崩し方、これを基本手筋として覚えておけば、ある程度どんな囲いでも応用は効いてきます。なので今回美濃囲いをまだまだやっていきますけども、あくまで基本手筋を覚えて、なんかトリッキーなことしたくなるんだけどね、あくまで基本手筋、美濃囲いの弱点はどこだというのを把握した上で、例えば竜の利きを利用するだとか角のラインとかですね、そういうのを考えて端攻めを絡めた方がいいのかとか、あとはここを清算していいのかとか、横から行っていいのかとか、そういう基本手筋を頭の中で思い浮かべてながら、そうやってどうやって崩していけばいいかなというのをやっていけば将棋は強くなっていくと思います。ということで皆さんありがとうございました。美濃囲い崩しでした。また次回会いましょう。バイバーイ。